次はどういう場所なんですか？次はですね、ジャンプポイントです。出た。いや岩？聞いてない聞いてない。岩からジャンプ。ジャンプポイントは高さ10メートルの崖の上。人間が10メートルの高さから飛び込めば、着水時にかかる衝撃はおよそ1トンにもなるという。高田君、今の気持ちは正直？やばいです。高いとこ大丈夫なの？やばいです。高田、高いぞこれ。いや無理。いけ、男になれ。5、4、3、2、1。いけ。めっちゃ怖い。途中がめっちゃ怖かった今。やばい。あ、怖い。マゴシも言っとけ。大丈夫か？痛い。頭からいったぞ。顔面強打のマゴシ、大丈夫か？あ、やっぱ痛い。残りのメンバーは特段の見せ場もなく、ダイジェストでどうぞ。最後の難関、球磨川最大の急流、二股の瀬。波の高さが最大2メートルにもなる、落ちたらとっても危険な激流。え、ここで今日はちょっと水の量がいい感じなんです。はい。ロデオスタイルっていうやつ。なんすかそれ。人を一人前に乗せる。うん。そしてみんな後ろに下がって見ないで。この状態で波をこう。先頭に誰か乗るってこと？競技の結果、ビビリの坂田が先頭に乗ることに。え、マジで怖い。高い。めっちゃ高いやん。ロデオラフティングスタート。やらかしてしまったか、メンバーに一抹の不安がよぎる。すげえ、どこ行った、どこ行った、見えんぞ。マジでマジ、どこ行った。坂田がどこにいたのか、別のアングルでもう一度。どこ行った。見えんぞ。坂田死んだと思った。お前。俺さ、今初めて坂田のことが好きって分かった。いや、俺も分かった。好きって終わった今。すげー心配した。すっごい心配した。坂田みんなありがとう、大好き。みんな大好き。力を合わせ全ての瀬をクリア。しかしこのままでは終わらないのがこの番組。この後メンバーを待ち受けるのは高さ77メートル、西日本一高いバンジー。天神アクターよ、男気見せて飛び上がれ。今回はみんな頑張ったんで、はい、ご褒美を用意しております。やったー。大自然なんで絶景を見に行こう。ご褒美と称して絶叫バンジーへ。もうだいぶね、あの目的地が近づいてきたんで、
アイマスクを用意しました。これをつけて撮った瞬間の感動をね、みんなにもっとねこう感じてほしいんで、はい、これ誰だ寝てんのこいつこんなヒゲ伸びてたおはようございます。おはようございます。おはようございます。絶景が見れるとガチで信じているメンバー。